ポイントが近くて、詰まってくれればいいんですけど、これがまた詰まらないんですよね、ですからね、守ってる方も嫌なんですね、ピッチャー返しの打球、センター前ヒット、先頭バッターのシングルヒット、これで気持ちを則本は切り替えなきゃいけないんですね、まあ、しぶといですよね、これもボークなんですけど、まあ、ある程度いい高さに落ちていくところをポイントが近い分だけ、呼び込めてしまってるんですよね、ある意味これ抜けてくれてよかった、当たらなくてよかったかなという感じですね、まあ、いい選手ですよね、そうですね、はい、打ってきた、三遊間レフト前ヒット、ランナー二塁一塁、でこれカウントが進むにつれて、今度バスターも含めて考えなければいけなくなるので、守り側としてもね、シフトは引きづらくなってくるんですね、今度は次が大事な球になりそう、ワンエンドワン3球目、バント一塁の前、キャッチャーが取ります、送りバント、ちょっと送球とランナーと交錯しそうになりました、一塁ベースカバー藤田が取りました、バントは最高のバントですよ、プロ初犠打、まあ、状況によってはスクイズまで頭に入れながらね、投球、まあ、初注意もあるでしょう、で佐藤コーチは、まあ、こういう時に経験が生きると思うんですね、佐藤コーチは基本的にその先発の抑えもやられた、ピッチコーチですから、こういうゲーム展開での心構えというんですか、直に、まあ、そういう伝達はできると思いますね、要するに、この1点を惜しんで、例えば、まあ、ランナーをどうするコースという話も出るでしょうし、そういうことも踏まえて外野手に指示も出すでしょうしね、ベンチからは、で内野手はスクイズを踏まえた、ああ歩かせますね、満塁策といいますね、満塁ですね、素晴らしくいいので、タイガースベンチとしても動かざるを得ない部分はあるんですよね、ただ振った時に当たり、当たりやすくなりますよね、ボールだ、2-2、46キロ、もうこれバッターと対戦しています、則本、もうここは今見ててもサインは何も出してませんから、もうバッターを基本的にアウトを取る、で今のボールになったのかどういう風に、そうですね、まあ則本からすればうわボールかっていう気持ちがあったでしょうから、今日いくつかあった力を入れた時に上ずるストレート、その後の5球目ワンアウト満塁、手を出してこない、まあ、こうなるとど真ん中のまっすぐに近いボールで勝負するしかないでしょうね、6回のピンチは切り抜けた則本が、次の回7回にもまたピンチ、ワンアウト満塁でバッターはピッチャーのメッセンジャー、まだ今シーズンヒットなし、まあ、打たれるわけにはいかないので、まっすぐど真ん中でいいと思いますよ、それが多少散ってくれればなという感じでね、抜けた、フォアボール、押し出し、則本ついに失点、28イニング目の失点でタイガース先制点1対0、ストレートが抜けてたっていうのがちょっと気になってたんですけどね、いやだから2ストライク、ワンボール2ストライクからのあのボール球ですよね、あそこでねちょっと嫌な気持ちがね、横切ったのが今の最後のボールだと思いますね、ここはもうど真ん中でもバット振らないと思うんですよ ね、基本的にはバッティング自信のある、まあ、好きかもしれませんが、自信のあるバッターではないですからね、ちょっともったいなかったですね、